ツボジャパニーズブラザーズ。今日は渋谷 の新しくなった宮下公園にちょっと来てます。でちょっと興味深いものがいろいろあってね、いろんなお店が入ってるんで、まあ、ショッピングモール、ショッピングモール、そう、なんか見た目的にショッピングモールで、なんか上の方になんかありそうなんだよね。テラスっぽいの。ちょっとそこもね、ちょっと今日全部回ってみようかなと思って、よろしくお願いします。3階と屋上があるみたいですね。なんかすげえわ。なんかね、1階の道はこの屋台形式みたいな、はい、外で飲めたり、なんか昼から飲んでる人結構いますね。今日はいい天気ですね。はい、なんかほのぼのとしてますね。忘れずに。デートにいいかもしれないね。なんかおしゃれだから、雰囲気が。なあ、あ、そうそう、ここ人が乗ってます。何これ、そこも人気でね、満席とか、ね、作ってみたくない。この前キットカットの動画あげたんですけど、やっぱね、オリジナルがいいよね。そうだね、ほら、ソースとか混ぜれるらしい。なんか野村こういうのやったら多分キュンってしちゃう。いや、これ作りたいな。ちょっと今度また改めてここに来て人型作りたいと思います。サクちょっと休憩します。屋上、めちゃめちゃ気になってて、やっと行けるんですけど、嬉しいな。
えい、やっと。これってスケボーじゃない？ There's nobody playing right now。やりすぎだね。なんか。そうね。普通の広場だと思ってた。なんもない。いやいや、普通に俺もそう思ってた。俺はスケボーやんねえもんな。やんないね。かっこいいかな、やったら。練習してみる。俺やりたいんだよね、なんか。もう俺もちょっとやりたい。で、なんか東京の街をさ、こうやってさ。かっこよくない？そうだね。どう、まあ、このバンズ履いてさ、そのスケボーをさ、ちょっとなんかリュック背負ってさ、俺カナダとかいた時よく見たのよ。オーストラリアとかもやっぱ海外ってそういうの多いよね。二十歳の男の子だから俺ちょっと憧れて、なんでやらなかったんだろうって今後悔してるわ。ビーチバーあるやりたいね、平日だもん。あ、そうか。平日だ、やんないでしょ。平日の昼間からビーチバレー最高じゃねえか。バー！